2020年のコロナの渦においても格闘技界を盛り上げ続けた那須川天心。幼い頃から空手やキックボクシングで活躍しており、向かうところ敵なしの絶対王者といったところです。現在はキックボクシングを中心に活躍し、ライジンなどではメインイベントとして出場するほどの人気ですが、ここ最近の彼の発言で注目されているのはボクシング界への転向です。この動画の内容、階級はどこ、ライバルは誰、どのくらいで世界チャンピオンになれる、概要欄にこの動画の内容のブログ目次を掲載していますので、ぜひご活用ください。このチャンネルでは朝倉兄弟を中心に格闘技に関する動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ライジンのインタビューにおいても、キックボクシングの試合は残り10戦もやらないと発言しており、ボクシング界へ転向し世界王者、そして将来的には UFC 王者と戦うことが目標だと語っています。彼の格闘技のベースは空手にありますが、ボクシングの技術もかなり高く、世界王者を何人も出している帝拳ジムで練習をする子もあり、元帝拳ジムチーフトレーナー笠井博一氏曰く、ボクシングの世界チャンピオンとなれる素質を持っていると言わせるほどです。階級はどこ、本格的に天心がボクシング界へ転向するとなると階級はどのあたりになるのでしょうか。キックボクシングでの転身はフェザー級などをメインとして試合を行っています。一つ階級を下げるとバンタム級となり、モンスター井上尚弥などと同じ階級となり、夢のモンスター対決が噂されるほどです。転身の適正階級は今のところ 55kg と言われており、エヴァ・タルイと対戦した 56kg 契約の時には適正体重で試合ができて、かなり調子が良かったと語っています。井上尚弥との対戦が期待されますが、ベストパフォーマンスで戦うとなるとスーパーバンタムかフェザーあたりになるのでしょうか。バンタム級においてはかなり強豪がひしめいており、中でも3団体を制覇し WBSS でも優勝した井上尚弥がずば抜けて存在となっています。スーパーバンタムにおいては2団体を制覇した無敗の王者ムロジョン・アフマダリエフや WBC の王者レイ・バルガスなどがいます。どのくらいで世界チャンピオンになれる、またもし天心がボクシングへ転向した場合、どれくらいの期間で世界王者を狙える位置までいけるのでしょうか。アマチュア時代に実績を残している選手であれば1年前後で世界王者となる選手も少なくありません。日本選手で最短記録を持つのは井上尚弥のプロ6戦目となっており、田中康生はミニマム級を5戦目で制覇しており、どの選手も1年半ほどとなっています。ちなみにエキシビジョンで対戦したメイウェザーはデビューから2年でスーパーフェザー級のチャンピオンとなってます。現在22歳で伸びし色のある転身、どの階級においても楽な道のりではなさそうです。